メークラアンパルとメークラ大橋桜橋は、沖縄県石垣市の石垣島西部を流れる、桜川の河口に架かる橋である。島内交通の要所で、当初は木造であった。18世紀中頃に断橋したため、その後は、干潮時に浅瀬を渡船していた。建立32年に石垣島を視察した、寄生山親方の命令により、耐久性の高い自然石による佳境を目指したが、 着工されなかった。しかし、その後も、都泉寺に、水難事故が相次ぎ、県立40年に丸木橋が設けられた。その後も、石橋下橋の命令は出たが、実現したのは、金星末期である。現在は、佐世の北側に名倉大橋、南側に名倉小橋がかかり、南部の島地と北西部を結んでいる。名倉大橋は明治以降、何度も掛け替えられている。 第二次世界大戦後の1950年2月28日には、戦前に途中まで作られていたコンクリート橋に鉄橋を継ぎ足した橋が開通した。その後、鉄橋部分が腐食したため、全体を鉄筋コンクリート構造とした橋が1963年5月に開通している。現在の橋は1984年2月1日に開通したものである。また、 小橋の下の流れをアンパルミジュと呼んでいる。ありがとうございます。